さあ来ました、皆さん R2 です。これがずらーっと、こっちも緑色のシリーズがノーマルの R2 で、こっちのカラーは R2 カスタムってカラーが選べる方になります。カスタムになると硬さ自体も硬くすることもできるので、その辺はまたチェックしてほしいんですけれども、もともとこの R2 っていうのがとてつもなく乗りやすいハンマーヘッドです。ラウンドボードでスノーボードを覚えて、周りの人がハンマー乗ってるから、ちょっと俺もハンマー乗ってカービング攻めてみたいなっていう人が一番初めに手にしてほしい板が石の R2。 これも157センチとか男性の方乗ったらまあ問題ないですね。特徴としてはサイドカーブがピッてここまであります。そうで、これ横から見るとキャンバーが終わりました。でここにフラットっていうのが4センチぐらい入った後にキックに合わせていってるので、 R2 ってこの辺の部分が VC ってバリアブルキャンバーって呼んでて、フラットが入ってるんです。そうすることで板立ててもいきなりノーズが噛んで内側に回ってくるわけじゃなくて、立てながらトライを自分で調節して曲がりたいところで曲がっていくっていう操作性が非常に高くできるハンマーヘッドの形状になってるんですね。なのでこの R2 ぜひちょっとハンマーヘッドトライしてみたいなっていう人の一番初めに手にしてほしい板になってますので、気になる方はぜひ試乗からしてみてください。ハンマーヘッドの板に乗って長い有効エッジによるスピード感、ぜひこのフリーライディングフリーカービングを楽しんでいってみてください。でそこから少し硬くして他の人とは違う、こっちのザクじゃなくてシャーザク乗りたいよっていう人は R2 カスタムっていうシリーズで、色替えとあとは硬さを硬くするシリーズも作れますので、ぜひその辺チェックしてみてください。青木玲でした。